北青鵬照強北の若によります優勝決定巴戦を行います。巴戦は1力士が他の力士に連勝すると優勝が決まります。ただし連勝できない場合はいずれかの力士が連勝するまで続けられます。それでは十両トーナメント戦優勝決定巴戦を開始いたします。東方北青鵬西方照強これより優勝決定巴戦の取り組みであります。西方代わって北の若行司は木村隆夫であります。
東方より再び照強。以上をもちまして、日本放送トーナメント第47回大会巡業トーナメント戦は北の若の優勝で全てを取り組みに完成をいたしました。引き続き表彰式を行います。